ゆうゆうと MT チームの細川です。ライターの鴨です。で今回プロツアー一回月の、まあ、トップ8のデッキでちょっと対戦しようということで、まあ実は今回は高尾くんが諸事情によりいないっていう、うん、まあプロツアーに行ってるんで。あ、プロツアー行ってたんだ。あ、そっか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 、高尾くんプロツアー行ってたのか。いや、シルバーレベルなんでね。シルバーレベルとしてね、はいはいはい、高尾くんどうだっけ。え、いやまあ今回は、まあ、日本勢かなり勝ってたんで、高尾くんもまあ最上位に近いんじゃないかと。まあまあでも2日目には行って、行って、まあ、2日目はまあちょっと残念な結果になっちゃったんですけど、動物園行ってたもんね。日曜日とかね。まあオーストラリア、オーストラリアといえばね、コアラ見に行く、コアラ見に行ってたもんね。レッサーパンダ撮ってたよ。あ、写真上がってた、写真上がって、はい、めっちゃ遠かったけどね写真。まあ日本勢はまあプレリスタにも参加したゆくひろがね、ゆくひろがまずトップ8、トップ8で、そうね、ゴールドレベル確定で、ね、すごい。でハレリアプロズの高橋優太、まあ、あんちゃんもね、うん、トップ8と。あんちゃんプラチナ確定なんじゃない。あ、プラチナ多分そんぐらい、そんぐらい言ってたと思う。なんかちょっともうちょい勝てば日本代表あったみたいなぐらいだから、うん、確かライン的に、まあ、すごい勝った、すごいね、バントカンパニー、はい、まあ、というわけで今回はルーカス・ブローホンの白黒コントロールとアンドリュー・ブラウンの赤緑青原質、うん、でも鴨くんが白黒を使って、僕が原質を使ってで、まあ、この原質デッキすごいですね。なんかもうカードがね、そう、もう斬新なカードです。まがまがしいよね。白黒はむしろ普通だよね。そうですね、今までもうあった形にリディアナが入っただけみたいな。でもなんかメインにギレオン抜けてるよね、うん、前まで白黒ってメインギレオンあったけど、そう、ギレオンがちょっと環境的に弱くなって、あ、バントカンパイに弱いみたいな、呪文トライとか出てきて、はい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 、まあ、確かに確かに影響受けて、まあ、呪文トライに対しては黒い除去は結構強いからね。てかインスタントの除去は強いからね、うん、今もジェイスを2、3って出したの、こう除去ってね。じゃあ除去ってただでかいの出す、出すっていう、カリタスって、そう、実はねこのゲースデッキカリタスめちゃめちゃきついんだよね。そうなんかそんな別にクリーチャーきついかなと思ったんだけど、まあ、除去れないのもそうだけど、いやなんかゲースのあの墓地落ちたらどうこうするやつが全部使えないから、え、これやばっと、ね、作り変えるものとかが、そう、作り変えるものとかね、そう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 、しかも除去がコジでクリターに頼りきっての裏だからね、そう、裏に頼りきってるのがさ、ね、裏をちゃんとケアすれば、うん、実は何もできないっていう。今も除去除去カリタスのこのカリタスをねあっさりと除去れればね、まあゲームになるんだけど、やっぱ生き残っちゃうともうハンドの除去全部ニンニクリーチャーみたいなもんだからね。そうだね、これすごい分まいすぎじゃない、これ2、3、4と除去って、これ除去からのゾンビ、そう、このカリタスを5、6にしておくっていうのはやっぱりまあちょっとね、これ鴨くんがちょっとね、これ練習中に気づいてしまい、この鴨くんのこのスーパープレイがもう当たり前になってしまって、でも実際本番では多分ケアしないで食らった人は多かったんじゃない、やっぱプロツアーではね、初見だと普通に、うん、食らうよね、とりあえず。だからゾンビ出しとくのが美学みたいなとこあるからね。そう、なんかバウンスとかそういう原質系のクリーチャーもケアして、はい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 、あの、あっちね、あの青緑のトップに置く方のやつとかね、確かにあれがいっぱい入ってると今度は弱いもんね、ちゃけわかんないよ。赤マナとか見えたらライトニングアックスとか、はい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 、確かに、しかもデッキと噛み合ってるしね、うん、確かに、まあ、そう、でもアックス考えたら確かに先に増やすのがいいかもね、結局、うん、いや、この増やすプレーをされてね、もう、と思って、いや、もう知りすぎと思って練習なんてしなきゃよかったと思ってそう、これで2枚目が落ちて、これワンチャンあるとしたら、鴨くんが次のターンになんか俺の予想では6枚でもリンバーラーで押せ押せだってやってきたら、エンド前にリターンから、そう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 、10点みたいなことをやろうと思ったんだけど、いや、いかんせん、てかカリタス今回かなり強くなってない？そう、やっぱね、ギセラなんかよりね、こっちの方が全然強い、ね、確かにねてかなんかあれなんだよね、原質とかさ、うん、搭載歩行機械とかが使われてるからさ、相対的にかなり強くなったんだろうね。あー、なんか環境に、そう、環境に合ってるよね、サクリファイスさせるみたいな、うん、おい、グリフ7マナ、7マナ3、4飛行、アンドロー、2、4、誘発、誘発、ウギン正規も誘発、バグ、1個目、もうウギン正規最初しようと思ったんだけど、で、1個解決、5点オール、え、どういうことって、で、2個目に、アバシン、負けます、さすがに、スピーディー、いや、強いね、白黒、うん、いや、綺麗に回ると本当に強い、まあ、除去コンだしね、だ環境的あんまりそのドロモカの命令とかさ、しか除去が入ってない環境だったから、うん、あんまり自分のクリーチャーがこうされることを意識してないんだよね。そうだね、だから
まあ、ただ単純にプレインズウォーカーもカリタスもただ除去タワーを使うだけで強いっていう、すんげえ強いみたいな、はい、というわけでサイドボード後にどうなるのかということで、アイアミンボーダー高速で終わっちゃうとかね。はい、というわけで高速で終わったゲーム1の次、ゲーム2はこの現実の先行と、まあ、ちょっと俺としてはやられちゃったからね、うん、勝ちたいんだけど、もうハントタコありすぎ、まあ、ちょっと僕の方が後手でまあ初動3ターンなんですけど、まあ、プレインズウォーカーとカリタスいるし、はいはい、しかもまあかなって作り変えるものを除去れるからね、あれ、うん、で俺これ実はエンドに打ったの微妙だったかもね、ラント3枚打ちなかったら負けだから、先にさ、あの群れの結集ってさ、結集で5枚で土地が落ちて次のターンに過去との取り組みだと8枚から土地選べるから、はい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 、その方が良かったのかなと思って、まあ、結果的には土地引いた方がいいんだけど、そうだね。まあでもせっかくだから先手の利は生かしたいな、そうそうそう、出したいなと思ってやったんだけど、うん、いや結構リスキーなプレーではあったなと思って、いやもうカリタス、おギデオンだね、いやサイド後のこのギデオンね、もうプロツアーの決勝でもめちゃくちゃ活躍したからね、さすがですよ。いやまずユクヒロがもうこのギデオンに生かされて、もうすぐやっぱすぐもうやっぱ4ターン目から出してトークントークンだと結構いろんなデッキがね重いアプローチをしてくるから、主力に対しては、うん、アドバンテージ勝負みたいな、なかなか処理できないですね。そうね、処理できないね。まあ、新しく入ったあの増殖の赤のやつもあれでクリーチャーに、あれクリーチャーに4点で、そうプレイヤー3点でね、そうゆくひろもあれで1枚で軸ってればなっていうか、よく放送中にミスを持って、ね、強すぎギレオン、もう終わってるこれ、クロック高すぎてね。まあこれはまあそう、まあやらせてやるよみたいな、まあタップさせると、まあ若干これもツリープレイヤーとかあるよね、やらせてやろうみたいな、横断、横断も今回かなり見たカードだね、まあ除去ってと、だからハンドにあるあの無限の抹消もすごいよね、うん、わあタコタコもうタコしかない、無限の抹消持ってるから、んこれタコ、あのね、あ、なんなら他の抜いてタコって言いたかったんだみたいな、そうそうそう、はい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 、でもタコしかねえな、タコしかないみたいな、対象がやっぱこの小粒なとこを除去られてクロック出されるとね、いや本当にきついな、やっぱこうやって見てやっぱギリオンメインの方がいいんじゃないかっていう気になってくるね、このマッチアップはね、バケモン強いね、マジで、逆に弱いのバントカンパニーぐらいか、ギデオンが明確に弱いの、明確に弱いの、白タン人間にも結構強いもんね、うん、なんだかんだ言って、そう考えるとまあまあ一応今回バントカンパニーあんまりいなかったから、実は毎回サイドインしてたかもね、まあ、かなり活躍したとは、そうだね、やっぱね、やっぱギデオンはねすごすぎ、カードが、まあもう体勢は消してるよね、もうこの時点で、うん、やっぱ現実デッキも、うん、まあ面白いんだけどね、難しいよね、現実はまあバントに強く作られてて、はいはい、基本的に全部バントに強いもんね、そうで白黒はむしろバントちょっときつめじゃない、どっちかっていうと、そうきつめだ、バントカンパニーに強いちょっとなんかチョコ材なことをしてくるデッキに対してはもう鬼みたいな、確かに感じなのかもね、ギデオンってかこの白黒がね、はいはい、もうレアしか入ってないじゃん、今回レアじゃんから精神配信しかプレイしてレアだけ、まあ除去がこうアンコモンがね、あともうね、カリタスの塊、やばいやばいやばい、もう終わったよこれ、これ次タコ出されてもまあ大丈夫だから、はい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 、無限の抹消じゃなくて、なるほどね、カリタスで押して、うん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 、なんなら今群れの結集で見たカードの方が若干抜きたかったっすある、うん、まあ、ジェイスも別に裏返られても大丈夫、はい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 、でジェイスサクって現実でも大丈夫って、まあ、まあほぼこっちの目線からは大体盤石だね、いまあチャンドラぐらいかやばいのは、確かにあったとしたら、うん、いやこの横断がねまたね島っていうね、そう、もうハンドルってエルドアージ3兄弟おるもんそっち2枚分かってるから、そうだね、いやーこれはもうちょっとうーってなって、でこれリムーブ領域2個ない俺気づいたんだけど、作り変えるものがこことあのスキル本当だ、思いやりゾーンみたいになってる、いや体勢は消してしまいましたよこれ、だって科目もギデオのトークン出す準備してるもん、次のあの左の上の方に控えてるもん、まあ、タコやなっつってこれタコやなってタコ出さないともう積んじゃう、いや積んでるね、あそこであのバウンス出したらどうだったかな、
あ、ここで、うん、ここでバウンス出してギデオン戻して、ギデオン戻して、でも56止まらんのよね。でギデオン戻すとカリタスからサクって出すからゾンビが出ちゃうっていう。ああ、そうだね、そう、結局ねこの現実がね止まんない、止まんないんだよね。そうだね、そうだ、だから56になっちゃうんだよねカリタスは結局。うん、なんかサイドにローストとか欲しいな、このカリタス対策みたいな。単純に確かにカリタスが残っちゃうとどうやってもきついっていうのがあって、そうだから4マナ以上の打ち消しとか欲しい。あ、ないんだっけスタンダードで、ケーブスゲージ駅って落ちてよね、確かないよね。あのスペルはいいスペルでした、ね、あれあれ使いたいね、うん、あれだったらまだなんとかあったね、なんとかあったってなってないけど、まあ、ローストはいいんですけどアバシンがちょっと殺せないっていうのがあって、あと1回カリタス56になっちゃうとどうしようもダメっていうね。うん、ただまあ4ターン目の会心殺せばいいから。確かに、うん、てか横断で殺せるカード欲しいな。黒入ってればあれがあるじゃん、光派の選別者だっけ。はい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 、確かにあれはすごいいいかね、あれだとはいいんだけどね、うん、これ現実コストに当てつつプレンズ妖怪になれたらよかったなと思ってそんなことは起きない、そんなことはない。でもこれさ、アタックギデオン来なかったから俺タコを受けるべきだったのかな、これタコ出さないで、出さないで、で普通に殴らいを OK して、はい、でジェイスでブロックして変身して、まあ、2点か4点だけもらうみたいな。はい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 、ただそれだとね多分結構きついですね。そう、それでもきついよね、やっぱ56は場合に残んないから、逆にその場しのぎしかならない、うん、気がしますね。うん、やっぱ良くないよね、ここでどうにかタコ出して、でどうしようもないね、これマジねじ込んでいくか。あ、今あれだね、これ見してよみたいな、村の結集で本当残り1はエムラとか、エムラでも負けるもん、うん、エムラやっぱでもさ大事なのはライフ13っていうの大事だよね。そう、結構ね、なんか昔のモダンがライフ、まあ、スケープシフトをケアしてよく18にしないみたいなのがあって、はいはいはい、それと似てて12にしないって結構大事だよね。13か、13にしないか、うん、エムラクールのパワー分ちょうどは、そう、ちょうど除去とかを使われてでちょうど殴るみたいなね、まあ、そうそうそう、このエムラそれがすごいよね、13点火力みたいな感じで、なんかね、うん、だから14にしたいよね、できればライフはね。そう、14あれば1回殴られて返しで勝つみたいな動きが可能だから、ね、可能だからね。まあとは言ってももう、まあ、何もないでしょうと、まあ、盤面がもうすごすぎ、神話レア、神話レアしかいない。うん、もういや考えてるけど2345無理やなって、もう全然無理と思って、まあなんとか今は出ないかなと思ったんだけど、あ、終わりと、うん、ああ、もう白黒さすが優勝しただけあって、もうデッキ強いね、強い、入ってるカードは、うん、カードが強いもんね、単体が強いっていう。そうだね、まあ、ちょっとマリガンとかが厳しくて、まあ確かにね、うん、そうだね、除去もね、はい、そうだね、除去もね、なんか噛み合わなかったら水滅とか腐ったり、はいはい、メインは特にね、アルティメットプライスが当たらない相手っていうか、まあそのクリーチャーばっか出てきた時に、なるほどね、何もできないで、あ、確かに確かに確かに、ギデオン出してもすぐ処理されちゃう、確かに確かに、でマウント取られるとやられちゃう、うん、結構ありますね。まあただ結構デッキとしては安定してると言ってもいいかもね、まあ、こうなんかこういう相手に対して、まあ、まあ2色デッキだし、2色デッキだしね、そこは利点がある、はい、はい、というわけで現実対白黒コントは白黒コントの勝利ということになりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。俺の声が小さい。